溝の口忠だしは、江戸時代後期の大名、越後国柴田藩十代藩主。藩位は、十五位下、宝器神。後同じ宝器神の本城宗明が老中となった、ことから品の守るに改め、さらに、後再び、宝器神に服す。九代藩主、溝の口忠だ公の長男として、江戸にて誕生した。幼名は駒之助。今日は2年10月29日。 父の死去により、家督を継ぐ。時に数え4歳と幼少であったため、父の時の礼に従い親族の松平信明が、貢献を行った。文化10年より自ら政治を行い、翌11年6月1日、11大将軍、徳川家成に初をまみした。同年12月16日、受位した、法規神に助任する。文政6年。 越後ゴカンバラ軍の幕府領8000国余りを預けられる。同11年にはさらに2000国余り、同13年にもさらに2000国余りを預けられる。同年には、道の区国の飛び領1万3000国余りが、越後国カンバラ軍のうちに服した。天保9年8月5日、家徳を長男の直機広氏に譲って隠居する。安政五年6月18日。 江戸において60歳で死去した。方法皇は、未竜因伝得意は、ことぶき松大古寺。江戸駒込の吉祥寺に葬る。自家寮の知性には、文化五年の法術心への者の,の佐渡国派遣や、同七年の佐渡警備をはじめとした、異国戦到来に伴う、解剖関係の経費がかさみ、前代の道の区との高会以来急迫の度を加えた、犯罪性はさらに悪化した。 これに対し自家寮は自ら徹底した財政改革を支持したが、城下の大化や山上地震などを天才が集中したこともあり、大きな成果は上がらなかった。さらに、天保の基金にも見舞われ、当時成長しつつあった寮内の大地主や豪商に依存することで危機をしのいだ。自家寮は父と同じく工学の大名として知られた。江戸に行動を設け、国元の反抗も、 自家領の知性に大きく充実した。隠居後は、県裁、または、太陽と合して、学問論や解剖論、勤労論などの分野で著書を執筆し、尊能開国論の論人を張った。また茶の湯にも傾倒し、茶道の総称となって、緑党と交し赤州流異形派から一派を起こして、越後異形派と称した。史書は十二男十五女。以下には創生したものを除き、 成人したもののみをあげる。以上この節の転居は柴田氏市上官。ありがとうございます。